次に鹿谷くん。俺、汚いのと痛いのは無理だから、ソフトでも無理。彼は若干潔癖症で気難しいところもあるけど、セックスに関しては寛大だよ。大門に近いはず。あいつは1位狙う。はあ？何言ってんの？3年 C 組鹿谷くん、至急科学実験室まで来なさい。繰り返します。おーおー、いいね、松村先生がお呼びだぜ。鹿谷先輩。わかってるよ、あの人汗かきで気色悪いんだよね。鹿谷、うわ、キモッ。